はい、どうも、全員16チャンネルです。じゃあ今日はね、船員インタビューということでやっていきたいと思います。こちら、外交船員の T 君です。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、どんどん聞いていきたいと思います。じゃあまず、今までのなんか業務経歴的なところからちょっと聞いていきたいなと思うんですけど、何の船に、何の船種に乗ったことがありますか？今まで乗った船の船種は、一家天然ガス船。あとは、原油タンカー船、あとコンテナ船、自動車船、こんなところです。あ、なるほど。ちなみにどの船が一番きつかったとかあります？そうですね、まあ肉体的、精神的いろいろあるんですけど、まあ総じてきつかったのはやっぱ原油タンカー。あ、原油タンカー、はい、きつかったですね。なるほど、ありがとうございます。やっぱり外交船だから全部300メーター級のでかい船ってことですか？そうですね、一番ちっちゃいので PCC、自動車船の200で、一番でかいのが原油タンカーの333でかいっすね、やっぱり。僕が前乗ってたのは 100m ぐらいなんで、もう3倍ぐらい、相当でかい船ですね、これ。その船に乗って行ったことある国ってどんなとこがありますか？計30カ国行きました。アメリカ、ヨーロッパ、中東、オーストラリア、もう行ったらいろいろと行きました。特にここがヤバかったみたいな場所はあります？ヤバかった、いろいろあるんですけど、一番覚えてるのはコロンビア行った時に、上陸したんですけど、まだコロナの前で、上陸した先が、なんか銃が危ねえみたいな、ここで降りたらお前ら銃殺されるぞって言われながらも降りました。その時はちょっと命の危険を感じました。もうそれはまあそのまでして降りて遊びたかったみたいな。そうです、ちゃんと上長の許可が入ってたんで問題ないです。船の中のなんか1日のスケジュールっていうところをちょっと教えてもらってもいいでしょうか？今、担当公開してるんですけど、基本的には早朝バーゼロなので、1日8日12日朝と夜は、朝食をしています。でそれ以外の時間は救命設備と消火設備の点検整備で、空いてる時間で、書類作業とかの記録を作ったりしてそれというのが、公開中のスケジュールになります。なるほど、はい。まあ、やっぱりどこのみんなも似たり寄ったりっていう感じですね。なんかその業務内容とか、まあ、いろいろあると思うんですけど、なんかその中でなんかこう印象に残ったみたいな、こんなのあったわみたいなっていうエピソードだったら教えてください。公開中とマニアックなのはちょっと分けて話すと、公開中だと結構漁船が多い地域とかシンガポールとか特にそうなんですけど、まあ、そういった時はやっぱり最初特にやっぱ結構緊張して、いや、ぶつかるんじゃないかなとか、漁船が多くて、あ、このまま行ったらお二人使うみたいな場面が何回もあったので、そういった時は結構緊張して、まあ今でもやっぱ覚えてます、うん。で、ニア君の時は、まあこれも原油タンクの時の話なんですけど、まあタンク数がかなりあるので、それを全部自分で常にモニターして、機器を調整したりとか、ポンプの出力を調整したりっていうのは、当然後ろに同調いるんですけど、まあ自分でこう主体的にやっていく中で、まあ、これやばい、ミスったらどうしようみたいな、そういったやっぱ緊迫した場面っていうのはすごい印象に残ってます。すごいですね、やっぱり。私内航出身なんですけど、まあ、全然ちょっと話聞いてて感覚が違うなっていうのがもうすでにありますね。業務内容とかってなんか船内生活的なところをちょっと聞いていきたいなって思うんですけど、外国人クルーっていうのがほとんどだと思うんですよね。ちなみにどのくらいの割合で乗ってました？全船共通して約8割から9割は、フィリピン人船員もしくは他の船員、外国人船員で賄われてました。じゃあその船に日本人は一人二人？はい、液化天然ガス船とかは、お客さんが日本人っていうのもあって、日本人船員が多めだったりするんですけれども、他の船代に関しては大体多くて4人、5人、まあ、6人、まあ、少ないと本当に自分一人もしくは、まあ自分一人でもう一人とか、まあ、そういうケースもあります。そこは結構バラバラなんですね。バラバラですね。あ、そうなんです。なんかその外国人船員とはどんな感じなんですか？こう衝突というかあったりとかしますか？衝突っていうのは本当になくて、むしろこう温和で、有効的にいつも業務を進めてます。これは日本人じゃしないなみたいな。そうですね、やっぱり日本人、まあ、皆さん日本人なんてあんま分かんないと思うんですけど、日本人ってやっぱり真面目で時間とかもきっちり管理されてるようなとこでみんな働いてるんで、まずその感覚がちょっと違うかなと思います。
まあ、船員なんでもちろん時間とか期限とか守るんですけど、いやまあこれ着るとも別にそんな問題ないでしょみたいな、結構優先順位ちゃんと決めて、まあ、仕事してるイメージありますか。本質的じゃないところにはもう、もう全然どうでもいいと思います。あ、そこはやっぱり違いますね。違います、まあ、英語を絶対多分使っていくと思うんですけど、どのくらい使いますか。そうですね、さっきの話に戻るんですけど、まあ、日本人が乗ってるか乗ってないかで結構英語の、まあ、使う量も、まあ、少なからず変わってくるんですけど、もうほとんどは基本的に英語です。船内の公用語は英語って決められてるので、英語を使います。まあ、例えばミーティング、入港前の会議とかだったら当然他の船員、他の後輩とかもいるので、そういう時はもちろん英語でコミュニケーションで、例えばもうちょっと細かいとこ、例えば日本人の船長と他の航海士とかと打ち合わせするときは、日本語で、まあ、ちょっと詳細を含めて日本語で喋ったりもするので、まあ、ざっくりそうですね、6、7割は英語喋ってるかなという感じです。じゃあ、まあ、次ね、休暇についてちょっと聞いていこうと思うんですけど、大体どのくらい乗ってどのくらい休むみたいなってありますか。そうですね、一番長い時で、まあ、8とか9とか、まあこうなかなかうまくいかないと、こう人事部がうまくいかない時はそれぐらい乗ったり、短い時だと本当に、まあ、それも人事の、都合で例えば3ヶ月とか4ヶ月っていうのはあります。あ、結構なんかまちまちなんですね。まちまちですね。それはなんか乗る前に言われるんですか、その大体このくらいに降りるからみたいな。はい、まあ聞いた話なんですけど、人事も、その場当たりでやってるわけじゃないので、もう次の船ぐらいまでには、一応決まってる、仮スケジュールが決まってる、まあ、それに基づいてやってるので、じゃあこの子はどれぐらい乗せようっていうのは一応決めてるので、それを、まあ、そっちから聞いてば、まあ、ちょっと教えてくれるような感じです。いいですね、なんか予定も立てやすい感じってことですね。ありがとうございます。休暇もじゃあそれに合わせて変わっていくって感じなんですね。そうです。じゃあ1ヶ月から4ヶ月くらい。はい、本当に長いと4とか5とか聞いたことありますし、まあ、短いと本当にすぐ、まあ、降りてすぐ次船だから夜一人でみたいな、1ヶ月か1ヶ月半とかかかります。いや、5ヶ月も休暇ってめっちゃ長いですよね。まあ、正直金なくなります。あ、なるほど。ちなみに T さんは休暇の時何してるんですか。私は本当に何でもするんですけど、基本的にあんまりお金かからない趣味ばっかりなんで、例えば、登山したりとか、とか、旅行したりとか、そんなのがメインです。ありがとうございます。じゃあちょっと次ね、みんな気になってると思います、お金面にちょっと聞いていきたいと思います。ちなみに新卒1年目の時の年収って大体どのくらいっていいですか。1年目学年が、ざっくり650ぐらい。650。いや、すごいですね。僕聞いた話なんですけど、乗船して下船の瞬間に数百万ぐらいもっと降りるって聞いたんですけど、それってほんまなんですか。ほんまです。使わないんでめちゃめちゃ貯まります。じゃあもう降りて一気に使いまくるみたいな。はい、もう車買ったり、もうなんか自分の好きなことしてもうお金使ってる人いっぱいいます。なるほど。あ、ちなみに一番高い買い物って何しました。車を買いました。自分用じゃなくて親に。はい、親に。はい、親孝行めっちゃ大事なんで、皆さんも親孝行してください。ありがとうございます。じゃあ次ね、ツイッターからね、外交船員に質問したい人はどうぞっていうところで質問募集したので、そこをねちょっと聞いていきたいと思います。一つ目の質問で、英語ってどのくらい必要ですかっていう質問があって、さっきと被っちゃうんですけど、もう一回教えてもらっていいですか。はい、まあ、この英語っていうのがスピーキングとかライティングとどう動かすのかちょっとわかんないんですけど、基本的な話すると、まあ、TOEIC で言えば600ぐらいが目安になっていると思います。なんで、まあ、指標として TOEIC600 っていうのはイメージしてもらったらいいのかなと思います。で、TOEIC、まあ、最近はスピーキングありますけど、まあ、スピーキングの機会ないんで、実際例えば外国人とか道端で会った時に、その外国人の、何がしたいかとか、自分で道案内できるぐらいあれば全然問題ないのかなと個人的には思います。なるほど、ありがとうございます。じゃあ2つ目の質問いきたいと思います。船酔いってありますか。船酔いあります。
結構船大きいんですけど、やっぱり揺れるとき揺れますし、本当に波の方向、横から受けるときとかローリング結構激しいときあるんで、まあ、そういうときは結構気持ち悪かったりするんですけど、基本的にはそんな揺れないです。ちなみに T さんは船酔い吐いたこととかありますか？私ゲロゲロですね。ゲロゲロ吐いてますんで、そんなやつでも船乗りになれるって思ってもらったら、ちょっと勇気出るかなと思うんで、それで諦めるのは本当にもったいないんで、絶対諦めないでください。ありがとうございます。じゃあちょっとね、3つ目の質問なんですけど、今までのあった船乗りの中で、内航からキャリアアップしてきた人っていますか？私の周りではいないですね。まだ聞いたことない。はい。なるほど。不可能なこととかではないんですかね？もちろんその、志、どれぐらい内航から外航に行きたいっていう思いかとか、当然その行きたい会社がそれを、承認してるかどうかっていうのもあるんですけど、もう不可能ではないと思います。ライセンスも持ってると思いますし、まあ努力したいっていうところ。はい、ありがとうございます。じゃあね、最後の質問ですね。これはツイッターの公開誌になるお母様の質問なんですけど、女の子との出会いってありますか？希望を持たせるよう言い方すればあります。ただ現実的にはない。ない。ないっす。欲しいっす。でもそのなんていうんですかね、どこでじゃあ女の子と出会ったりしてるんですか？現実的な出会いとかで言えば、まあ、やっぱり最近言えばマッチングアプリとか友達の紹介とかがメインだと思いますし、ちょっとドラマティックな話すれば、例えば自分が行った先の港とかそういうとこで出会う人、人脈に携わってる人とか、そういう人と現地の代理店とか背中で調整されてるんで、そこで思い切りアタックしてもいいんじゃないかなと思います。はい。とりあえずね、外交船員としてのインタビューを一回これで終わりにします。ちょっと、ね、次の動画でね、就活のことについてちょっと聞いていきたいと思うので、一旦これで切ります。ではでは、バイバイ。